谷と申します。あ、古谷です。よろしくお願いします。すいません、あれ、今回の動画はうちのこキーディング販売ダペットベース店さんの提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いします。ウォンコドリル作ってるフレさんが、はい、あのスカイフィッシュの使い方を作ってる人と同じ人だってことを知らなくてですね、はい、で調べたら、あ、俺 DVD 持ってたって。え、マジですか、嬉しい。僕ちょうど今子育て真っ盛りの3歳の子供いまして、おで親が普通にうんこドリルを買ってプレゼントしてくれて、ちゃんと全部やったんですよね。だからうんこドリルってすげえんだなとかって思った時に、はい、まあ、あの今ディレクター見習いみたいなことやってる加藤って言うんですけど、はいはいはい、がなんか一応、出してくれて、いや僕も外録見てましたし、はい、東野さんとかジュニアさんとか出てる頃、はいはい、からというか、三谷さんも自分のご自分の話されたりするじゃないですか、はいはい、そこで言ってることとかが、僕もディレクターやってたから、はい、テレビやってたから、はい、その時にすごい感じたこととか、自分のやりたいことをやりたくてこういう道に進んだみたいなことを言ってて、すごいこう勝手に共感してたんですよ。え、嬉しいです。だからちょっと興味があって。あ、そうです。え、今古谷さんはどんなルーティンですか、はい、だからテレビとかも作ってないですもんね。言ったらもうだいぶ、はい、うん、離れてますね。おはよううんこ先生っていう漫画の原作やってて、はい、今5巻ぐらい出てるんですよ、それが、はい、で今度ショートアニメですけどアニメ化されるんで TBS 系のテレビで、はい、うんこドリルの漫画版って感じなんですか。いや、うんこ先生っていうのが表紙で出いるじゃないですか、うんうん、あれが、まあ、キャラとしてこう普通に逆漫画ですね、赴任してくるみたいな小学校に。はー、すごいですよね。今思う、じゃあそういう原作とか、はい、そういうことが主な職業ですか。 なんていう肩書きしてるんですか。いや、そうなんですけどね、その映像ディレクターっていう時もあるし、まあでも知られてるのはうんこドリルなんで、うんこドリルの作者ですって済ましちゃう時もありますし、はい、漢字のうんこの例文ですか、はい、全部自分で作られてるって言ってますよね、はいはいはい、全部やってますよ、はい、予約していたうんこを取りに来ました。昔のうんこを改装して1日が過ぎた。このうんこから絶対に目を離さないでください。いわゆるそういう企画出して終わりじゃないですね。全部やりたい人ですね。どっちかというと。だからまあ放送作家というよりディレクターっていう感じですね。そうです、そうです。ああ、もうその2つで言ったら絶対ディレクターですね。でも今は編集部もあって、うんうん、で特に多分お子さん3歳だと幼児ドリルだと思うんですけど、はい、ああいったものはもう原案みたいな感じですね。どっちかというともうほとんど関わってないです。はイラストレーターさんとかライターさんとか、あの編集者さんが作ってくれてるというか、こういうこととこういうことはやめましょうねっていう、一応なんというかルールじゃないですけど、はい、自分なりにちょっとお伝えさせてもらってっていう感じですね。はルールって何なんですか。ちなみにその用事ちょっとこういうのはなんかね、その、まあ、例えば何も知らない小学生とかにうんこの例文作ってみてって言うと、大体なんかうんこ食うとか、なんかうん臭すぎるうんこで気絶したみたいな、なんかそういうのが出てくるんですけど、食べるとか匂いとかそういうのはなんか僕個人的に気持ち悪いんでやめにしようとか、食べ物が絡むものはやめにしようとか、友達のランドセルにうんこ入れたとか、隣のクラスの何々くんのうんこをみんなで見に行ったとかって、ちょっといじめ感あるじゃないですか。なんかこう、はい、ガチでやる人現れそうです、うん、なんかそう、なんかこう弱者のうんこをいじるみたいなのはやめよう。だから先生のうんこを見に行くのはいいけど、ベクトルが弱い人に向いてるのはやめようとか。強い人にうんこを叩きつけるのは ありっていう先生とかお父さんとかはありをいじるのはありっていうとか。だいたいいつもひたすら今に至るまでどうなってたかみたいなことを、はいはい、ずっと聞いていくんですけど、はい、出身はどこなんですか。出身は愛知県名古屋市です、はあはい、ご両親何されてる方なんですか。親父は、広告のデザイン会社みたいなのを一応経営してる。経営してるんですか、はい、ちっちゃい、まあ、事務所みたいな感じでしたですけどね。デザインもするし営業もするしのコピーも考えるしみたいだと思うんですけどね。あ、うん、お母さんはコピーライターもやってたんですけど、僕が、まあ、物心ついてる時はほぼ主婦で、家でたまにこう書いてるとかそんな感じでしたね。でもそういうもうちょっと出が
クリエイター同士の子供っていう感じではあるんですね。いやごめんなさい、ちょっと恥ずい言い方してます。いやいや、恥ずいっていうか、なんかどうなんだ、わかんないですけど。うん、でも逆に言うと、そんな感じでもないですか、家の雰囲気が。あ、でも、そんな、全然そんな、こう、生きってる感じじゃないですよ。テレビとかは、全く別のところからその就職したいっていう感じになってくるんですか。テレビとかは、全く個人的な趣味というか、ですね。何が好きだったんですか。いや、ダウンタウンですね。夢で会えたら始まったとかが中1ぐらいだと思うんですよ。はあ。皆さんのおかげですとかも見てたんですけど、小学校ぐらいまで。で、だんだんこうなんか、ダウンタウンっていうのが面白いってなったのが中1ぐらいだった気がしますね。それだと芸人になりたいみたいな感じはならなかったですか。それはなくて、自分が前に出てやるっていう発想は一回もしたことないんですよね。恥ずかしいっていうか。それこそガキの使いとかの、はい、あのなんか会議室とか出るじゃないですか、こう、はい、ホワイトボードでこうやってやってるみたいな、はい、七変化の、はい、ああいうの見て、あ、こういう空間があるんだ、こういう仕事あるんだみたいな、うんうんうん、ここ面白そうだなって思ってた記憶がありますね。だから作る方。ああ、じゃあもうその中学生ぐらいには、うん、テレビスタッフぐらいのものにはなりたいなと思ってるんですか。うんうん、高校生ぐらいでそのなんか意識を固めてたっていう記憶がありますね、高1ぐらいで。うん、でもそのために何かしようっていうようなことはしてないですね。ひたすらでもそういうバラエティ番組見たり、うんうん、オールナイトニッポン聞いたりっていうのは、まあ、趣味としてというか好きでやってましたけど、うん、あ、じゃあお笑い好きな。お笑い好きな。高校とか部活とか何してたんですか。吹奏楽部です。あ、そ、文化系なんですね。音楽好きなんですよ。はあ。でも音楽の趣味合う人が全然いなくて、はい、中高時代は結構どっちかというとこう孤独感っていうか何聞いてたんですか。オルタナティブっていうジャンルとかインディーズロックとかですね。ジャンルとしてはニルバーナが出てきたのが高校生ぐらいの時代の感じですね。 あの辺のグランジとか、はいはい、ああいうジャンル、あと、まあ、あのオアシスとか、うんうんうん、ブラーとかイギリスが出てきてみたいな、うんうん、アメリカだとペックとかスマッシングパンプキンズとかそういうのをいっぱい聞いてましたね。そんなん聞いてたら、うん、周りの人いないですよね、聞いてる人ね。いないですね。で、不況も、まあ、頑張るじゃないですか、はい、仲いいやつに聞かせるんですけど全然聞いてくれないし、そもそもはあ、うん、毎日ニューバン屋に行って、はい、当時名古屋にできたばっかりのなんかタワーレコードとか、うん、そういうところで情報を仕入れて買って聞いてみたいな。はあ、それってじゃあ並行してお笑いも収集してるんですか。そういうお笑いは、まあ、そのテレビデオを自分の部屋にこう自分の貯金で買って、はい、もう録画してもう毎日毎日毎日見てましたね、同じやつばっかり。一番見てたの何ですか。やっぱごっつええ感じじゃないですかね、一番見てたっていう。あ、ちょっとコントの雰囲気とか近しいものをちょっと感じますもんね。だと思います、はい。スカイフィッシュとか、うん、大学はどこに行くんですか。大学は東京の大学に、上智大学っていう。は、大学入った時に、はい、音楽好きの友達っていうか、まあ男友達がバッとできて、はい、彼らとは結構音楽の趣味が合ってたんで、はい、まあ、今でも仲いいんですけど、その大学の男友達とずっと遊んでましたね。なんかクラブ行ったりして、はい、うん、踊る方のクラブ。あ、就活後はどうしたんですか。テレビ局やっぱ受けるんですか。テレビ局受けましたね、うん、でも落ちて。はい、当時って就職氷河期ですかになると思いますね、うん、で、あんまテレビ局も採用少なめか。全然だったと思いますよ。上智どころかその総計東大ですらなんか就職大変ですみたいな、就職大変だったっていうムードでしたね。結果どうなったんですか、その就活は、うん、で結果大学3年ぐらいの時に、はい、有田で、はい、吉本新喜劇やってたんですよ、はい、で そこの手伝いみたいなバイトを、はい、まあ、紹介してもらって、はい、そこをやり始めたんですよね、大学3年の時に、はい、でそこから、まあ、大卒の時に今度新しくできる制作会社があるんだけどっていう形でその制作会社に、はい、入れてもらったって。あ、吉本系の制作会社っていうんですか。そうですね、系列。最初何の番組に配置されるんですか。最初テレビ東京のイカリングの面積っていう深夜番組、東野さんの番組なんですよ。それが物事の限界を検証するっていう、はい、一番有名なのは厚底サンダルをが何キロ歩いたら普通のサンダルになるのかっていう検証を、はい、ハローバイバイっていう芸人さんが厚底サンダルを片方が足につけて、うんうん、もう片方が
自転車引っ張ってずっと延々東海道を西へ歩いていくっていうのやってましたね。はあ、そのネタついてたんですか？それもついてました。めちゃくちゃ歩いてました。だからすげえ大変でしたよ。僕も全部の荷物を僕が持って、カメラもデジカメ持ってみたいな。あ、しかも当時ってテープですね。テープなんで、データじゃなくて、データじゃなくてテープなんで、編集所とか行ったり来たりするときはもう紙袋を何個もこう持ってみたいな、はいはい、その後に結構不動派っていう呼ばれてる人たちとこで結構やってました。生き延びるので精一杯っていう、もう普通になんていうか警察とかと喧嘩し始めますからねすごいな、すごい世界ですね。すっげえ怖かったです。ストリートギャングと対決みたいな、さんがストリートギャング探して来いみたいな、池袋行ってたむろしてるチーマーっぽい人に声かけてみたいな、ダンサーとかそういう悪そうなやつ探して来いって、本当に中途半端な人を連れていくとめちゃくちゃやっぱ怒られるんで、より怖い人、より怖い人っていう風になるんですよ。もうこっちも麻痺してるから、なぜならこっちの方が怖いから、うん、あ、確かにそうですね、はあ、え、そうなってくるともう完全にもう入れ墨が入ってるとか、そうなってきますね。そうなってきますね。一回だからなんかで、僕じゃないですけど別の AD が本当の右翼みたいなヤクザみたいな事務所仕込んじゃって、はい、全部取り終わっちゃって、はい、で後からなんかこれヤクザじゃねえかみたいな、本物じゃねえかみたいなことになってお蔵入りになっちゃったことあるんですよあ、本物とさんがしっかりと絡んでるんですか？しっかりと、お前こんなもの放送できるわけねえだろこれやるわみたいないいありました、ね、そんぐらい闇営業どころの話じゃないですもんね。それ追い詰められてましたね、みんな。はあ、うん、本当に追い込みが半端じゃなかったから、うん、だから僕はそういうの嫌でしたけどね。面白いもん作れるのはそういうはちゃめちゃで破天荒で学歴もなく家が貧乏なやつしか作れねえんだみたいな、そういうこう逆なんか差別みたいな、逆差別、逆差別が、だからすごい結構目の敵にされてたと思うんですよ。お前何大学まで行ってこんなことしてんの、なんでここにいんのみたいな、結構言われました。それはいろんなところで、あ、上智であることが邪魔をするんですね。じゃめちゃくちゃだ、言いたくなかったですよそれは。それでやっぱこう心の弱い人を結構追い込む、追い込んで辞めさせるみたいな感じでしたよね、うんうん、だったんですよ。どっちかというと AD は新たにこう仕事に入ってきてももう2日ぐらいでもう半分ぐらいいなくなってるみたいな現場ばっかだったん で、うんうん、でこっちも困るじゃないですか。ね、人手が足りないから上の人が入れてくれてるのにどんどん辞めさせるみたいな、うんうんうん、辞めてくやつがあるみたいな、なんかやっぱり面白いものを作りたいと思ってこう入ってきてる心の弱い人を心を折ってやめさすみたいなのってすげえ、なんでそんなことするのかなと思ってましたね。で僕はもう一年はやめないよと思ってましたけど、ディレクターになるまではいないといかんと思ってましたね。うん、ぶん殴られてる時とか絶対こいつより自分の方が面白いものを作れるなっていうふうに思ってました。自分の方が絶対情熱もあるし、そのお笑いとか面白いものに対して志もあるし、うん、絶対俺の方がお笑いとか好きだと思うのに、なんでこんなにめっためたにやられなきゃいけないんだろうとは思ってましたね。で結局みんな、ね、何年か経ったらもういなくなってるわけですよ結果的に、うん、じゃあなんであんなにこうケチョンケチョンにやられたのかなと思いますよね何年目でディレクターになりましたか？3年半ぐらいADやって、その時に1個目の制作会社からもうなんか閉じるみたいなことになって、その系列の別の CS を作ってる会社に異動になったんですよ僕が。その時にチーフ AD ぐらいだったのがちょっと 半ディレクターみたいな、一本こう気づいたら編集もロケも全部やってたみたいな番組が増え始めたって感じですね、その CS で。あ、でもいいですね。別に VTR 作るっていう作業は別にゴールデンだろうが審査も関係ないじゃないですか。そうですね、一通り会議の日時も作家さんとこう自分でやり取りして決めれるし、うんうん、こうなんかスケジュールが整理されていくっていうか、うんうん、AD の時って結構いつでも来いよみたいな、うん、だから休んでても休みじゃないみたいな感じだったんですけど、それぐらいの時期からなんかこう自分の時間がこう作れるようになっていったっていう。
TBS の番組のディレクターっていうのを何年ぐらいいるんですか。ね、結局1年半ぐらいですかね。28歳の時に会社辞めてるんで25、6から28歳ぐらいまでいたのかな。その間にあのスカイフィッシュの捕まえ方とか作ってるんですか。はい、そうです。それ どんな流れですか。それは AD 時代に、まあ、さっき言ったその番組と番組の間とかがたまに開くんですよ、ぽっかり。あ、はいはい、あの次この番組ねって言われるまでの間とか、はい、そういう時にその大学時代の友達で CM 制作会社に行った男がいて、はい、市川徳次君ですけど、その徳次君と2002年ぐらいだから25、6ぐらいの時から、はい、バキってわかります。あの、はい、チャンピオン、はい、でガーレンって出てくるんですけど、はい、ガーレンがそのロシアでずっと穴を掘ってるっていうシーンがあるんですけど、めちゃくちゃでかい、はいはい、そのシーンを再現する V をその徳次君を出演者にして撮ったりして、はあはあ、自分の好きな音楽に乗せて、まあ、PV というかそういう変な映像を作ってたんですよね、うんうんうん、でそれを自分がやってたそのバキのファンサイトで、はい、バキで抜くっていうホームページがあったんですけど。え、バキのファンサイト作ってたんですか。作ってたんですよ。あ、その AD で。 AD やりながら裏でそうか、それがもうあれですか、あのストレス発散の方法なんですか、ね、大学の時からホームページやってて、はあはあ、何個かやってるんですよ。自分の文章ばっかりあの主体にしたホームページとか、そういうなんか発表の場みたいなのがなんとなくあって、当時は YouTube もなかったから、その圧縮してバキで抜くのホームページで見れるようにしてみたいなことやってて、あと友達がこう富士山でこう踊り狂ってる映像とか、なんか海から明け方上がってくる映像とかを、なんか変なシュールな映像を撮って、それにそうケミカルブラザーズとか、はあはあ、そういうナインインチネイルズとか、なんか好きな音楽のっけるみたいな、うんうんうん、そういうね映像を作ったりしてたんですよね、はあ、で ディレクター的な活動するようになって時間ができた時に、時をまあ同じくして水野圭也っていう、中学高校時代の同級生がいるんですけど、はい、水野と山本と小林くんっていうこの3人が受ける技術っていう本を出版してたんですよ、うんうんうん、これすごい面白い本なんですけど、うん、それがね2003年ぐらいだと思うんですけど、はい、でこういうことをやってんだよね今俺らみたいな感じで、うん、こう会うようになったんですよ、自分も時間できたし、はいはい、で僕もそういうのを作るの好きだから、だんだんこう遊ぶ回数増えてって、自分のホームページで毎晩なんかこうネットラジオみたいなのを水野くんと2人でやったりしてたんですよ。へえ、うん、しかもそれってまだこの YouTube とかがそうですない時代ないから、その時からなんかでもなんかこうやって自分たちの面白いこと作って発表したいみたいな、はあはあはあ、毎晩ネットラジオとかやってる中で、はい、こういろいろこうネタができていくんですけど、はいはい、次こういうのやろうぜとか、うんうん、その中で出てきたのがスカイフィッシュの捕まえ方っていうネタ。タモでもうすくい取るんです、最後に。スカイフィッシュを。はい。ほう。珍しい方法ですね。これもう、私だけがやってないと思いますよ。あ、根本さん。私が。オリジナル。そうです、そうです。根本さんの考案された捕獲方法、アボラ漁。体に特製の油を塗った二人が木々の間に立ち、匂いにつられて飛んできたスカイフィッシュを一人が油で跳ね返します。そして対面に立っているもう一人がそのスカイフィッシュをさらに跳ね返します。お互いの距離を徐々に縮めてスカイフィッシュを挟み込んでいき、最終的にはタモですくい上げて捕獲するというものです。水野くんがなんか面白くないこういうのって言い出して、あ、面白いねそれって、いろいろネタがある中で自分もこうディレクターっていうか制作やってたから、その内容だったら田舎でロケすればいいし、ワンチェーンあればできるし、うんうん、出演者なんてほとんど素人でできるし、なんか撮影許可取る必要もないし、できそうだなみたいな。どこにこう発注すればいいかとか分かるじゃないですか。こう、はい、演者さんはこういうとこにあの探してオーディションすればいいとか、編集所はここ使えばいいとか、うんうん、なのでやってみようってことで自分でお金を、まあ、貯金を出して作ったんですよ。いくらくらい出して作ったんですか。僕が100万ぐらいですかね。でそのさっき言った徳次君っていうのもそこにいたから、はい、徳次君も100万ぐらい出して、お金は2人で出して、はあ、
それを作るじゃないですか、うんうん、DVD 化しようっていうのはどんな感じですか？それは何も決まってないうちから撮っちゃったんですよ、それを、はい、撮っちゃったというか絶対その世に出すぞということで、もうなんかこう気持ちが盛り上がってたから、はい、スキージャンプペアって分かります、はい、が当時ツタヤとかでブワーって置かれてて、はい、結構なんかそれに衝撃を受けたっていうか、真島理一郎さんという一人 の, そのクリエイターが作ったその DVD がめちゃめちゃ売れてると、うんうん、計算するじゃないですか、これぐらい売れたらこれぐらい印税っていうか入ってくるんじゃないのとか、うんうん、でこれをその自分もディレクターというか映像作ってるわけだし、うん、こういうふうに自分の作品を作家さんというか小説家が本を出すみたいに自分のオリジナル DVD を出していくみたいな仕事にのスタイルできないかなと思ったんですよ、うんうんうん、でそこを目指したっていうか、すごいですよ、ディレクター成り立ってぐらいでそんなこと考えてるんですね確かに20、そうですね、20代後半ぐらいですよね。実際映像できたじゃないですか、はい、どこにどう持ちかけて DVD 化するんですか？それで作りました、カンパゲました。その時まだ会社所属してたんですけど、結構それがその経験が決定的というか、もうめちゃくちゃ楽しいわけですよ、ロケが、うんうんうん、誰もなんかこう圧かけてくるやつもいないし、誰にもそのなんか余計な顔色を伺わなくていい状態で自分の考えた面白いものをなんかこうに全力をかければいいみたいな状態を経験して、うんうん、あ、もうこれだ、これしかないと思ったんですよね。っていうかこれじゃないと僕はあの能力っていうか発揮できないと思ったんですよ、うん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 、結構、まあ、その前の段階で無理だなっていうか、ちょっと自分にはそういうそれこそゴールデンバラエティを仕切るような能力がないっていうみたいな結構気づきもあって、うん、それはどういう番組の時に気づかされましたか？あ、いや、自分が経験したというよりはいろいろ見てきて、僕深夜バラエティばっかでしたけど、演者がもう何十人とか、うんうん、あんなのどうやってやるんだろうとか、はい、めちゃイケみたいとか、はい、ああいうドバラエティ、ロケバラエティとかって、あ、もう無理だなと思ったんですよ。もう段取りも悪いし、細かいことばっか気にしちゃうし、人に気使うの下手だし、こっちだと思ったんですよね。で、うん、でそれで、はい、版にするためにレコード会社にこう持ち込むわけですよ、カンパゲタ当時 VHS を、はいはい、何社かこう自分のやってきたその AD 歴の中でちょっとだけつてがあったレコード会社のプロデューサーとか、はい、DVD あの出してるようなポニーキャニオンとか、はいはい、そういうとこ持ってってプレゼンするわけですよ、はい、でこれ DVD にしたいと、結果が全然出なくて、はい、結構そこで自信も失っちゃってたんですけど、結構後先考えずにね、そのさっき言ったようにもうこれが楽しいっていうのがあったから会社辞めちゃったんですよね、先に。何にも先に先にまあ結構その水野くんとよくそのネットラジオやってたし、毎晩のようにデニーズで朝まで喋ってたから、今すぐ辞めた方がいいよ古谷はって毎晩言われてたんですよ結構煽るやつなんで、はあ、まあ、煽るというかこう励ましてくれるというか、うんうん、今すぐ辞めてその24時間365日その自分のやりたいことをやった方がいいと思うよって、うんうんうん、結構こう葉っぱをかけてくれたというか、はで辞めちゃったんですよね。で辞めた後本当失業保険もらって暮らしてたんですよね、しばらく、うんうんうん、でもそのスカイフィッシュの方もなんかこうレコード会社持ち込みとかももうなんかうまくいかないから見て見ぬふりしてこう放置したまま何ヶ月も何もしなかったんですよね、はい、うん、自分の本の企画が別であったから、はい、まあ、それ後にカリスマ入門って本になるんですけど、うん、なんかその芸能人のインタビューのちょっとなんか今で言うとこうちょっと生きったようなところに赤線を引くっていうホームページを昔やってたんですごいですね、赤線っていうホームページだったんですけど、それを大学の時やってたんですよ、うん、フリアがやってた赤線絶対本になるよとか言って結構また盛り上げていただいて周りに、うんうん、で出版社の人を紹介してもらって、でじゃ あ, あの本にするためにこう図書館通って雑誌をこう親文庫とか行って、うん、あの赤線をあの書籍化するっていうのを会社辞めてからずっとやってて、はい、でそれもねうまくいかなくて、どうしようと思った時に D
これやっぱスカイフィッシュの捕まえ方もう一回まだレコード会社あるから持ち込んでみようと思って片っ端から全部リストアップして VHS を封筒に入れてなんかもうなんかミュージシャンのデモテープじゃないですけど、うんうん、バーって郵送で送ったんですよ、はい、何社か一斉に、はい、そしたらその TDK コアっていうところの清水さんっていう人が電話かけてきてくれて、はい、面白いですこれ、はい、でなんか一緒にやりたいと思ってますって言ってくれてそこからですね DVD に、はあ、はい、あれってでもどうやって人気になってくるんですかそれ一応面白いですねって言ってくれたじゃないですか、うん、はいはいはいそうそうそうとはいえ別にタレントとか出てないじゃないですかそうそうそうとはいえだからそうだからどう売りましょうみたいな話を毎週のようにそこからし始めるんですけど、はい、その清水さんという人がビクターに移るっていう、はい、なんかことになってそう話し合ってる途中で、はい、で僕はビクターに移るからそこの映像部門でこれを一発目の企画として持ち込みたいみたいなで1枚だけ出しても何のこっちゃだからその古谷さんとか水野さんっていうそのクリエイターの持ってるレーベルが面白いことをやこれからもやっていきますみたいな、うん、そういう売り方したいと思いますへって言ってくれてってことは何枚も作れるってなるじゃないですか、うん、さっき言ったその自分の作品を出していくみたいな形になっていくわけですよだんだんそれが、うん、でそこからですね、その、まあ、スクエアフィッシュの捕まえ方だけじゃなくて、人の怒らせ方っていうのをすぐ出して、うん、そっちの方が結構当たって、それでこう全体的にこう、転がっていったっていう。例えばですね、アナウンサーなんだ。まあ、これは普通の感じなんですけれど。はい、アナウンサーなんだ。どうです？そうですね、やはり校舎の方はちょっと嫌な感じが、はあ、お前アナウンサーなんだ。過去にもこんな作品も出してたんだみたいな。そうですね、ほぼ同時ぐらいで出てたんで1ヶ月おきぐらいに3枚ぐらい出してたんで、はあ、でも最初はだから結構投資してくれてたってことなんですか。言ったらその新しくまた作ってよって。そうですよね、そう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 です。お金出してくれてたってことですか。そう、1作目だけはその自主制作で2枚目以降はお金出して、はあ、ちなみにその状況って、はい、給料が入ってくるのは、はい、どれぐらい後なんですか。収入は数年間なかったですね。だから失業保険と貯金ですね。だから会社員やってたから一応貯金。すごい、あんま AD って使う暇ないっすもん。あ、そう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 、だからまあさっき100万も出せたっていうのは結構後先考えずにここだみたいな。会社員時代のもらってた収入が得られるようになったのって辞めてから何年ぐらいですか。でも怒らせ方っていう DVD が結構売れて、はい、テレ東で番組テレビ番組になったりとか結構一時期 DVD が売れたんですよ、うん、その時は瞬間的にちょっとだけこう年それでも年1000万もいってないですよ。年数百万とかだと思うけど、はいはいはい、食えるみたいな、借金返せるみたいな、友達に借りたぐらいにはなったのが2007、8年、2年後ぐらいにはなってました。30とかです。その3年間ぐらいの間にめちゃめちゃ DVD 出したんですよ僕。10枚以上ぐらい。最初に出した DVD が結構ツタヤとかで話題になってたし、もう今だということで、まあ、僕のそのパートナーというか元放送作家の女性で近川真美さんという人がいて、その真美さんと二人三脚で結構レコード会社に当たってこういう企画があるんですけどで回って予算持ってきて制作して納品みたいな、そういうのを3年間ぐらいブワーってやってて、本当に三谷さんの時代だったら、あ、 YouTube やろうと思ってたと思うし、その時はないから、しかも YouTube はあったかな、2006年ぐらいにアカウント作ってるんで僕も。あ、だって17年前の動画とかありますもんね。いや、ヒカキンさんぐらいからやってるんですよ僕。でもその時はその収益化なんてされてなかったから、はい、ただただこうなんか自分の作品置き場みたいな感じで置いてただけなんですけど、はいはい、DVD 映像作家っていうどこにもいない職業になってるんですね、気がつけば。そうですね、一応それで食っていけてるというか状態が続いてました何年間か。はあ、うん、何年間かっていうことはどっかで途切れるんですか。途切れます。
DVD が市場っていうのがもうこう陰ってきた陰ってきたっていうことだと思うんですよね。なんかガキ使の DVD がブワーって売れた時期あるじゃないですか、はいはいはい、多分あの辺だと思うんですよ。僕がその DVD やってた頃って、はいはい、DVD 下火になってきたらどうしたんですか。下火になってきて貯金もなくなっていくみたいな、はいはい、どうしようかみたいな。さっき言ったマミさんというのと結婚するんですけど、その2010年ぐらいに、はいはいはい、毎日毎日どうしようかみたいな話ばっかしてましたね。でもやりたくないことはやれないし、そもそ も, もうそれもやっちゃったら元の木阿弥っていうか、はい、これ制作会社に所属した方がいいんじゃないかとか、ディレクターとして、はいはい、PR 動画みたい な, なんか、あ、はいはいはい、企業 VP みたいなとか、はいはい、ああいうのいなんかお金いいんじゃないないとか、まあ、そういう発想もあったんですけど、はい、そんなの全然得意でもないし、そんなこと やらなくていいみたいなのも言ってくれたし、その奥さんも、はあはあ、それよりはその好きなこととかやりたいこととか、その能力が生きる企画をもっともっとやった方がいいんじゃないみたいな言ってくれたんで、はあ、うん、でね、僕はその漫画とか好きで、はい、ストーリーもの好きだから、少年漫画とか、うんうんうん、そういう映像をやりたいなっていうのはずっと思ってたんですよ。うん、で DVD いっぱい作ってるから蔦屋に行くことが多いわけですよね、うんうん、そうすると置いてあるのが当時24とか、あ、はい、プリズンブレイクとか、そういう、はい、海外ドラマだったんですよ。ブワーッと置いてあるわけですよ、はい、棚3つぐらい使って DVD1 本作っていくらみたいな、毎回01みたいな、売れてもこんぐらいかとかなんとなく分かってるから、海外ドラマ見てるときにこれだと思って、こういう海外ドラマみたいな企画作りたいと思って、はあ、コメディサスペンスみたいな、はあはあ、それはその一人でやったわけじゃなくて、はあ、なんかその面白そうですねって言ってくれる会社があったんですよ、レコード会社で一つ、はあはあ、そこの人とそこでやれるもんだと思って、毎日毎日ストーリー考えて、はあ、20何話分 の, あのシナリオを書いて、はあ、で持ってって、あ、ちょっとここ直してくださいみたいな感じでっていうのを結果的に2年ぐらいやってましたね、無収入で。その間、その間 DVD の印税とかはそんな入ってこないですか。いやー、そのちょこっと。はあ、え、じゃあそれもまたじゃあその DVD 時代で気づいた貯金を切り崩す、そうです、ね、ゾーンに入ってくる、ゾーンに入って、まあ、あと奥さんも本当に一応放送作家もっとやってたから、そういうのもちょっとやってくれたり、本当もバイトしてくれてましたね。はあ、うん、子供が生まれるのはもうちょい先ですけど、はい、それ2年間脚本を作り上げて作り上げて、で結局なんか知らないけど空中分解してだから日の目見てないんですよそれ。え、あ、残ってるんですか、本だけが。残ってます、めちゃくちゃ面白いんですけどね、これはいつか やろうと思ってるっていう。はあ、うん、なんか別に本が死ぬわけじゃないですもんね。空中分解してからどうするんですか。空中分解して2011年か12年ぐらいに連ドラやらせてもらえることになったんですよ、ひょんなことからというか、まあ、それこそ僕が作ってた DVD のファンですみたいなプロデューサーが関西テレビにいて、はい、で編成に異動になったんで、ちょっと好きなちょっと古谷さんの企画やりたいですって言ってくれて、で特撮ドラマ やらせてもらうんですよ、ね、神話戦士ギガゼウスっていう、はい、それがなんかこう特番でスペシャルドラマ2回ぐらいやって連ドラになってみたいなのがあって、ちょっと持ち直しましたね、その時連ドラやらせてもらったんで、一応そのうちが制作で受けるんですよ、うん、うちっていうのは僕とそのマミさんという相方2人だけの会社なんですけど、はい、そこが局と直でやれたんで制作費がこうボンって入ってくるみたいな。はあ、でそれをこ うまくプロデューサー兼 AD みたいな感じですよね、その奥さんが僕のお金をこう調整してくれて、家計もやってくれてみたいな。はあ、そんな感じでこう、それでまた1年2年ぐらいですかね、でもそれで食いつないだのは。ほうほうほう、 そんな感じでこう結構、でもすごいっすね、うん、でも奥さんすごいっすね、そのすごいっす、放送作家的アイディア持っていながら馬力あるんですね、そういう。そうなんですよ、なんで、まあ、言ったら放送作家なんて楽な人いやでも分かりました、そのどっちがサバイバル力に長けてるかって言ったら、その AD とかそういうことをやらされてたとか、そう強いから、そう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 です。でもそんなこともそうだ、仕込みとかも全部やってくれたし、レコード会社との交渉っていうか、まあ契約ですよね、はいはい、そういうの全然できないから全部やってくれて、元放送作家なのになんでそこまでできるんだろうと思ってましたね、僕は。そのそういう字じゃないはずなのにというか、そうですね、面白いアイデアを考えられるのにさらにっていうのがそうですね、うん、
楽しかったですよね。だから結構経済的というか家庭的にこれこの先どうするんだろうみたいな話はするんですけど、楽しかったですね毎日。はうん、なんかバカなことばっかりこうホワイトボードに書いて、うん、今見ると笑っちゃうんですけど、その写真とか当時のホワイトボードに、うん、そんな企画通るわけねえだろみたいな。例えば童貞様っていう番組の企画を結構持ち込んでた時があって、その童貞っていうのはその神に一番近い存在だから、その童貞がそのソクラテスとかいうプラトンみたいな感じでこうローマの建築物みたいなところに座ってて、そこにこう相談者が毎回入ってきて、童貞が全部それを切っていくみたいな上から目線で。はとか、それでも全部台本ありきのってことなんですか。それでもあのガチ童貞だけど頭の切れる男っていうのを探すっていうか。探すんですよね。やっぱそう半分台本半分アドリブみたいな。はそういうのが結構多いですね。うん、何でしたっけ、あののりやきさんでしたっけ。はいはいはい。あのラッパーの方。うん、あの人とかっていうのはどれぐらいの比率なんですか。その台本比率と本人素養比率。あ、台本は100です。あ、そうなの。はい。本当の引きこもりタイプの人なんで、だからそこがちょっとこうおかしいじゃないですか。そんなビッグマウス。うん、で演者としての才能があるっていうか、だからちょっとどっちなのこれっていう思わせる力があるっていうか。あ、そうなんですか。はい。そうか。そういう人を使うのがうまい。使うっていうか、そのなんか受けたいっていう意欲がない人、自分がこう前に出てうわーって、はあ、俺を出してくれっていう人じゃない人を使う方がいいなと思ってますね、どっちかというと。あ、当時はそういうまあ、半分あのスチールモデルみたいなおじさんおばさんとか、うんうん、半分素人みたいな人にこういっぱい会って面白いキャラの人探して、こっちが考えた言葉をこうアドリブっぽく言ってもらうみたいな手法でずっとやってましたね。はあ、じゃあ結構撮影は時間かかりますか。時間かかります。もっと自分で思いついたみたいな感じで喋ってくださいとか僕が今から言う言葉を自分の言葉で咀嚼して喋ってくださいみたいな。はあ、ドラマを作って、はいはいはい、それもまたでも 1,2 年って言ってましたね。うん、そうですね。その後なんか漫画の連載やるんですよ、はい、モーニングっていう雑誌で、はい、イオンジョーっていう連載できることになって、はい、あ、原作で、原作で、はい、はい、それも1年ぐらいやってみたいな感じで、こうなんとかそういうので食いつないでるような感じが続きましたね。そっか、うんこドリルはいつたどり着きますか。うんこドリルは2017年なんで、もうちょい先ですね。もうその時子供生まれてたんで、子供生まれるとそのさっき言ったように奥さんがもうメインエンジンみたいなところもあるから、2人とも一気にこう子育てになっちゃうわけですよ、うんうんうん、で一気にこう回らなくなるっていうか、家計が、うん、でもやっぱこう子育て楽しいからまあいいよねみたいな感じで、うんうんうん、のんきに。あ、でもそののんきゾーンに入るんですね、このじゃあ。あの子供生まれて。まあ楽しいというか、やっぱそう、かわいい、かわいいから、どうしてもやっぱりこう、そっちやっちゃう。でも僕は僕で漫画の連載一回やって、思うような結果を残せなかったから、絶対1000万部の漫画の原作作るぜって言って、それこそさ、DVD をもう毎回01でやるのも無理。で、その海外ドラマみたいなのもできなかったし、フリーディレクターみたいな才能もない。っていうのは分かってるし、自分が今できることで一番跳ね率が高いのって漫画原作かなと思って、はあはあ、漫画の原作のアイデアをずっと何年間も考えてました。はあ、脳みそ的にはもう、うん、その原作でバカーンと当てて、うん、ごそっと稼ぐみたいな発想ですよね、うん、発想ですね。このままじゃもう先細るっていうか、もう袋小路じゃないですけど、うん、僕ができることでこう一番大跳ねするのは漫画原作かなみたいな。はあ、借金はしょうがないんですか。借金はほぼない。最後の最後、自分の家計が回り始める、それこそうんこドリルとか出て回り始める直前、ギリギリ親に借りたことあります。はあ、それ1回だけですか。いくらぐらい貸してくれました。それは100万ぐらいかな。はあ、もう引っ越そうかな、どっかにとか、もうちょっと田舎にとかいうのを考え始めてた頃ですね。僕は名古屋だから、名古屋の方に行ってやろうかなとか、別に漫画原作考えるのはどこでもできるしなとか。あ、借りた100万が
尽きちゃったら、そうですね、またちょっとみたいな感じでもね、なんかちょっと古代妄想癖みたいなところがあって、はい、ちょっと川山用癖があるっていうか、次にもうすぐ出るこの企画がめっちゃ当たるんじゃないかって毎回思うんですよ、はい、なんかなんとかなるかもなみたいな意識は常に持ってましたね。うんこドリルも思いついてる頃に借りてるんですか、それとも思いつくの？あ、もう出版直前でしたね。その時はもう納品っていうか、もううんこドリルってなんでドリル作ることになったんですか？うんこドリルはそのさっき言ったようにホームページやってた時に、はい、うんこ川柳っていう企画をやってた時があって、はい、うんこをブリブリ漏らしますとか、はい、自分の文章をホームページだったんで、はい、毎回そういう言葉をなんかどっかに書いたりしてたんですよ、自分の決め台詞みたいな、はい、でうんこをブリブリ漏らしますが、なんかうんこがよちよち歩きますとか、うんこがザブザブ泳ぎますとか、うん、なんかそういうのがどんどん増えてって、うん、でそれをなんかうんこ川柳と名付けて何百個ぐらいこう書いてたんですよねでそれもその時に出版社持ち込んだりしてるんですよ、これ絶対売れますみたいな感じで、うんうん、映像撮ったりとか、それ僕の YouTube チャンネルで見れるんですけど、うんこ川柳塾で検索すると、うん、その時にうんこ川柳を創始者のおじいさんというのを作って、うん、田舎でその人がうんこ川柳を子供に教える塾やってますみたいなフェイクドキュメンタリー撮ったんですよ、うんうん、で撮影の合間に小学生たちにエキストラの、うん、うんこ川柳今説明したルールでやってみてって言ったら、めちゃめちゃこうハイテンションでうんこ川柳作ってるんですよ、うんうん、あ、やっぱめっちゃウケるじゃん子供にと思って、うんうん、うんこ川柳は絶対出版すべきだってこうまた思い直したわけです、その時、うん、声に出して読みたい日本語みたいなのが流行ってたから、うんうん、そういううんこ川柳で日本語が学べるうんこ川柳塾みたいな5分番組の企画書とか作って曲の知り合いに見せたりとかしてて、その時にいろいろ会う人会う人ね、当時話してるわけですよ、うん、その中に後にそのうんこドリル一緒に作ることになる山本くんがいたわけですよ、はい、同級生で友達なんで、はい、2015年ぐらいに彼が自分が作った出版社の企画として、はい、あの古谷のうんこ川柳やろうよって言い出したんですよ、はい、来たと思って、はい、やっぱり君よく分かっとるねうんこの面白さがみたいなって、はい、まあ彼は本当にまあ思い出すと確かにその当時2003、4年ぐらいにうんこ川柳やってた時にもうゲラゲラ笑ってたわけですよ、うんうん、ほんとおもろいねつって、うんこ川柳を、まあ、彼と一緒に本にしようっていうところから始まったわけです、うん、最初うんこ川柳本を出版するタイプだったの？そうですね、うんこ川柳をなんか面白いけどじゃあこれそもそもどういう本にするみたいな絵本なのかイラストが入ってるなんか日本語の本なのか、それじゃ売れんなみたいなのが言われながらいろいろ企画を転がしている中で彼が面白い教科書作りたいみたいな、なんかテーマが自分の中にあったっぽいですよね、出版社のとして、その辺のアイデアと的にやっぱり教育じゃないみたいなことになって、で漢字ドリルの例文って、まあ、つまんないじゃないですか、つまんないというか別にこう無味乾燥なただただこう反復練習のためにあるものだけども、うん、あれが全部うんこだったら面白くねみたいなで、ああ面白いってなってうんこをひたすら繰り返すっていう中毒性みたいなのが絶対面白いと思ってたから、これめちゃめちゃこう進化してんなと思ってアイデアが、うんうん、でしかも出すなら6冊同時に出すでしょみたいな感じでこう、まあ、友達同士なんで、うんうん、同級生なんで盛り上がるわけですよ、うんうん、そんな感じで生まれた企画ですね。はあ、うん、売れ方でいうと、はい、もういきなりズカーンって感じなのか、もういきなりっす、いきなりいきなりっす、ね、本の発売日ってなんか日本列島全国ちょっとずれるみたいなんですよね、1日ずつぐらいなんかこう配送の関係で、はあ、東京から中心に、はい、もうその一番最初の時からなんかツイッターでめちゃめちゃバズって、はあ、そっからですね、こんななんか全部例文がうんこのドリル見つけたんだけどみたいな、その1ツイートがきっかけだと思います。あ、そのどこか誰か発見してくれた方の方がわかるんですけど、はい、1万いいねとかついてるんですか、わかる、ちょっと数字覚えてないですけど、もうそこからブワーってなんか、まあ他の人も自分も
買ってみたみたいな感じで、で例文がこう画像で載って、なんじゃこりゃみたいになって、バズりにバズりまくったですね。でもワイドショーとかがそこから入ってくるようになって、すごかったですね、うん、どんな感覚ですか、あの命拾い様って感じなのか、あいやいやホラー見ろって感じなのかとか、まあ、ホラー見ろ、そうですね、やっぱそうだよねって感じですかね。やっぱ同級生だから一緒に作ったのが、分かんないのかなこの面白さがって言いながら作ってたから、いわゆるその内輪乗りというか、その友達同士みたいな、やっぱそうだよねっていう感覚になりました。はい、バズりまくってから、はい、印税みたいなのって そんなすぐ入ってくるもんですか。すぐじゃないですよ、ちょっと忘れましたけど、はい、時間差ありますよ、うん、それも友達だから、そうかそうか、あの契約書とかも本当は良くないんですけど、もうなんかそういえば契約書交わしてなかったねみたいなそういう、あ、これ何パーセントなんでしたっけそもそもみたいな話が、あ、それはしてます最初に、うん、それは最初にしてましたけど、なんかよあんまりそこら辺はもう信用してるし、うんうんうん、そっか、そうっす、はい、最初から6冊出したの、最初から6冊1年生から6年生まで、その1年生から6年生までのシリーズは結果累計何部売れたんですか。ちょっとね、ちょっと途中からいろんなのが、算数とか夏休みドリルとか幼児ドリルとか増え始めて、累計シリーズ累計でしか数字が分かんないんですけど、でもいやもう本当に1ヶ月で何100万部とか普通に売れてましたね。はあ、でもいい、もっとかな、うん、出版関係の人から結構言われますもん、あのありえない数字ですよ。はあ、それってもう物ができてるじゃないですか、はい、であと売れてくじゃないですか、生活は忙しくなってくるんですか、そのなんか取材だなんだろうかんないけど、取材っていうのもありますけど、やっぱり6冊出して売れてるからすぐに次の作りたいじゃないですか、あーはーはー、そういうで忙しくなったっていうのありますね。あ、そっか、じゃあこれ漢字ドリル以外もいけるよねみたいになってくるんですか。いけるよねと、そのむしろ学研苦悶うんこじゃないですけど、そこ、うん、そういう存在にならないといかんっていうことで、はあ、やっぱもう全網羅を目指し始めるんですよ、そこから、はあ、すごいな。うんこドリル関係の仕事が、うん、まあ、今もやってると思うんですけど、はい、忙しさ的に落ち着くのはそこからどれぐらいなんですか。 2,3 年間は結構ラインナップを揃えるために、うん、結構隅から隅まで僕がやってたから、うんうん、例文全部考えてイラストもかい、あのラフを書いてみたいな、結構ひっきりなしで、はい次これみたいな、はい次英語、次総復習ドリルみたいな、うんうん、1年生2年生3年生4年生全運行自分がやらないとみたいな感じで忙しかったです、うん、3年ぐらい。企画考えるときに何かありますか、その自分の思考回路のパターンというか。企画考える結構雑談、友達と雑談したり、うん、それこそ奥さんと雑談してるときになんか知らないうちに企画になってるみたいなの多いですよね。へー、うん、そうやってこういうことしたら面白くなるんですか。そうですね、とかこんなやついたら面白くねとか、そいつはじゃあなんでそんなことやってんのって、いやそいつの思想はこうでとか、こういうバックグラウンドがあってみたいなこと喋ってると変なキャラができたり、変な、あ、なんか設定ができたりして、それはなんていうのかな、映像にすればいいのか漫画にすればいいか、それとももうそういうミュージシャンがいた方が面白いのか、うんうん、みたいな、そこから考え始めるっていう。あ、じゃあ最初にキャラをなんか一個こういう人がいたらみたいなことを発想するんですか。キャラとか設定とかですね。はあ。とかそう、まあ、企画、うん、こういう番組っていう場合もあるし。へえ。次当てるとしたら、でもそこ漫画ですか。漫画か連続ドラマか映画ですかね。当てたいっていうか、やりたいっていうのはまずありますけど、面白いと思ってるものでちゃんとこう認められたいというか、あ、うん、そう考えると本当に27、28で辞める決断してるのが少しやっぱね。いや本当にそれはもう 若さゆえというか、やっぱ怖いもんなしみたいなムードでしたね、ムード。やっぱりその自分がやってたそのテレビの仕事に対する納得のいかなさみたいなのもありましたよ。それは多分同じだと思うんですけど、あ、うん、そうすごいだからそれで共感したんです、三谷さんの話。
そう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 と。ディレクターってすごい報われないんだよとか、先輩とかが必死でこう繋いでこう無茶言われて、でもなんとかこう形にしてる姿とか見てるじゃないですか。うんうん、なんかディレクターって脚光浴びないよなとか思って。あ、うん、それはあるかもしれないですね。なんかかわいそうですよね。確かに、最近はね、もうあの局のディレクターさんで有名な人とかよく出てきてるけど、うん、フリーのディレクターって結構優秀な人、うん、いやそうですよね、多いよなと思ってて、うんうん、だからなんかまだ実現できてないですけど、こんな活動してる人がもっと増えてくれたら僕も楽しいのにとか思ったりするんです。いやめっちゃ思いましたそれ僕も。どっかのタイミングで、うん、ナイロクチャンネルの場合だったら別にドキュメンタリー作ってるつもりないんですけど、うん、なんとなくとも世間の認識的になんかドキュメンタリーと認識されてるから、うん、じゃあ仮にその出し先を失ってドキュメンタリー撮ったことはある人とか、はい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 、もしくはやってみたいけどなんか通んなさそうだなとか足踏み人いたら、うん、あの枠貸しますよみたいな。おでこちらが全く動かないわけじゃないから 5% だけ払うみたいな、はいはい、枠っていうのは外国チャンネルでアップしますよってことですか。 そのクオリティを見て、あ、うん、いいと思ったら 95% 払うから、はいはいはい、あなたの作品出しませんかみたいな。ちゃんとあなたが作ったって、うん、もうクレジットするし、うんうんうん、このディレクターにあの連絡した人いたら、はい、ここまでとか、はいはいはい、そんなも全部やります、はいはいはい、YouTube とかだと投稿頻度を10発とか20発とか30発とかやってどうにかなるかならないかっていう世界でもあったりするんですよ、はいはい、でも一級入魂マックスみたいな、はいはい、ものを出してみたいなって。でも見られるかどうか分かんないみたいな、うん、でやめてる人がいたら、うんうん、いや保険あるよみたいな、最低でも5万ぐらいは再生されるんじゃないでしょうか、うんうんうん、本格的なものさえ作ってくれれば、うんうん、その動画の収益のおかげで100万稼いだら95万は出せますよ、うんうん、200万稼いだら190万ですよみたいなことを、うん、なんかやってみたいなとかはなんか思ったりするんですけど、いや分かんない、それでもやりたい人いるのかなみたいなとこも、あ、応募が来るかってことですか。そう、まあ、自分で確かにやそこまで作っちゃうぐらいの人だったら自分でチャンネルやっちゃうのかなとか。いやでもだって登録者数がねとかすごいじゃないですか、外録だったら、ずっと軽蔑してましたね。あのこいつは暴力を振るうことでしかストレスも発散できないし、うん、暴力を振るうことでしか自分の、うん、なんていうかやりたいこととかを支持できない、うんうん、頭の悪い人間なんだっていうふうになんか思うことで無理やり理性を保ってたっていう感じはありますかね。うん、さっきおっしゃったのは同級生と楽しく雑談混じりの内輪乗りになって企画が生まれるなってことを経験したことがないから、めちゃくちゃ羨ましいし本当はそうあるべきなんだろうなとかっていうふうに。やっぱでも、うん、そっから来てるんで、やっぱその友達、男友達とか、はい、まあ、との雑談面白い、はい、でゲラゲラ笑った、こんなことあったらおもろいよねとか、ここでなんとかしちゃったりしてみたいな、そういうアイデアがやりたいみたいなのがやっぱ根本的なそのモチベーションで、じゃあそういうのできるのはテレビ業界かなって言って入ってるから、それができるようになったらやっぱそれやりたいんですよね。そのファミレスで話してたことを本当にやるみたいな、はあ、このドリル出すとか。いいな、本当はそういう仲間をこれからどんどん探していきたいですね、自分でも。確かにできるから、そういうことをやりたくてみんな志して入ってくるんじゃないのって思っちゃうんですけどね、うん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 、この芸人さんを面白くするためのに集まるとかじゃなくて、うんうん、まずこういうことやりたいっていうのがあって、それを実現させていくっていうのがこう自然なんじゃないかなって。いやそうですね、本当はそこまでそうあるべきですね、べきだと思うんですよ。演者とか事務所とか、うんうん、そういうことから決まっていくじゃないですか、順番として。作り手がいてっていう順番じゃない、じゃないじゃないですか、うんうん、バーターになれた勝負やんみたいな。本当に本当にそうなんですよ。そこじゃない勝ち上がった人と、はい、なぜか同じぐらいの位置のような顔ができるっていうのはありますね。そう、だから水曜日のダウンタウンとか本当すごいなと思いますけどね、うん、めちゃくちゃ面白いですよね。トークさせるわけでもなければ勝負ですもんね。面白い企画させるわけでもないじゃないですか、うん、ダウンタウンさん、ただ、うん、ただ俺のおもろい V 見ろみたいな。そうですね。だからあのこととタレントマンパワー力 V 番組で、うん、なんか名を馳せた人がだから同じ顔すんだよと思っちゃうんですよね。わかります、わかります。
だから見てる人はそこまで分かんないじゃないですか、うん、うん、これな何が面白い、どの人が面白くてこういうことができてるんだろうとか、まあ、考えないと思うんですよね、うん、見えてきたとしてもやっぱり放送作家さんとか、うんうん、ディレクターとか総合演出って言われてる人もすごいんだぜっていうのはなんか分かってほしいなと思いますね。そうそう、うん、しかもなんかめっちゃ思うのがなんかアイディアだけだったら そんなもう価値なくないですかって、その、うん、なんか道具現化するかっていう方が絶対、はい、いやそうですそうです、だってもうアイディアなんてもう歴史とともにもう、うん、はっきり言ってやったことない企画なんてこの世にないじゃないですか。そうなんです、だから同じ脚本とか同じ企画でも、うん、この人が撮るから面白いっていうのってあるんですよね、うんうんうん、適当に書いた設計図より本当にスカイツリーをスカイツリーにさせた人が偉くないみたいな、雑に絵描いた人が偉くなってるこの現実おかしいだろうとは思うんですかね。スカイツリーって名前つけた人が脚光浴びるみたいなとか、うん、そういう人種が嫌なんですよ。なんか最後まで面倒というか責任取ってないのに、うんうんうん、私が手掛けましたみたいな、はい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 、人って結構いるじゃないですか。あ、いやそうですね、携わったみたいな、うんうん、本当にすごい人はこっちの人のはずなのにみたいな、はいはい、もうすごい思いますよね、はあ、それがディレクターだと思ってるんで、うん、はい、ありがとうございました。8月17日、大阪梅田でトークライブを行います。そして長野でも、インティマシーコーディネーター西山さんと、映画スクリプターの田口さんとトークライブを行います。9月7日16時からです。よろしくお願いします。メンバーシップ会員募集中、週1生配信、月1動画などのコースがあります。ネットショップにて、外録グッズ、スポンサー券も販売しておりますので、よろしくお願いします。